僕思いました。まあ自分はまあなんか事業料返還で経済的に困難で親からもその時借金しましたけど、初めてだけど、こっからは業界の非常識っていうのでやったろうと思います。なぜかもう僕はもう失うものが何もない。その時はお金もないし、それでただあるのが養老の滝さんだったりレックさんの反町社長がバックアップした。お金じゃないよ、この教室を無償に提供してくれよ、し分かった、俺は業界で絶対やらないことをやろう、この業界でやらないこと。その1、毎月保護者会を開催するです。この業界では普通不登校のサポート校とか年に1回会って2回いいところ楽器ごとです。そんなもんじゃ、うちなんかやと毎月やってんじゃん。からそれだけ暇だったんですけど裏返すと、まあまあそれは置いといて、まあ毎月やろう、毎月やることによって皆さんの不安を解消しよう。それだと引きこもりっていう、引きこもりっていうことはまあ対応するんだったら、本当にやっぱりお父さんお母さんのこう話っていうの情報をこうキャッチしないと間に合わないことがあるから、毎月やろう。で引きこもりとか訳あり制度っていうのを積極的に募集しよう。どうせ行かないの、どうせ行き場がないっていう考え方は僕しません。人は居場所がなくなると引きこもるんです。これ引きこもりの法則って言うんです。もう一回言いますよ。人は居場所がなくなると引きこもりますから。これは別に全面で、どの学面でも何でもそうなんです。そういう法則があるじゃないですか。普通に考えて。そんなことをやるのは良くない。もっと言っちゃうと、業界の常識、非常識っていうのを打破しよう。で、積極的に救ってどういうことかって、毎日不登校とか引きこもり大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ブログ書く。これみんな来るんですよ、ブログだけで。だって誰もだって受け入れないから。ね、今だって引きこもりって書いてありますよ。通信制高校でもどこでも書いてあります。でも、迎えに行ってるところなんてないじゃない。合宿してるところなんかないじゃん。口だけじゃん。うちちゃんとやってますから、スタッフちゃんとね、派遣したりとかしてるじゃん。でここでも出てくるのが、今でもそうなんですけど、教育委員会に相談しても見守りましょうっていうのはハンデをしたみたいにある。別にこれは別に皆さんだけじゃない、これ全国いろいろこういろんな電話とか来るんです。今電話の担当大体いつも根本だよな、はい、大体行くだよな、そうやってな、見守りましょうだろ、それでみんな引っかかるんだよな。先生とかカウンセラーが見守りましょうって言うと、なんとなくそれで、あ、それで効果があるのかなってみんな思っちゃうわけ、素人だ。でも僕からすると、ここに書いてある。課題解決を回避してるに過ぎないじゃん。こんな見守りましょうで引っかかってるの。もう少し皆さん目覚ましてください。私が声を大にしていますけど、見守りましょうとは、ケースバイケース。ケースバイケース。愛情を持って見守りましょう。僕は言う。え、ダメだなと思ったら手を差し伸べるの当たり前じゃない。だけど大体電話で来ると見守りましょうって言うから、娘や息子と挨拶もしないんですよ。会話もないんですよ。そんなの見守りましょうでも何でもねえじゃん、放置じゃんって思うんですよね。で、まあ訳ありの続きなんですけど、少年院とか鑑別に入った子っていうのもそうなんですけど、学校っていうのはですね、高校は受け入れないです。悪いことですよ、どこの学校でも。通信だって、いやもう少年院って言ったらみんなドン引きします。うち全然 OK ですから、だって昔からやってたから、ね、で、ちょうどその新宿エルタウンでやった時にやっぱり少年院会員の子が来るわけで、僕ら育てるわけです。その時、竹原がいて、やっぱり大倉もいたもんな、あいつ、いや、いたと。お前いたっけ、お前だったのな。うん、あ、そうか。まあまあいいんだけど、もうちょっと細かいこともすぐ忘れちゃうんですけど。まあまあ、それで、結果的にその子、ABC も分かんなかった子がですよ、ちゃんと大学進学してるんです。卒業してるんです。今年の3月に就活までして、これが課題解決、僕、うちに。で、別に本当に自慢しますけど、2月3月と不登校引きこもりだったら Y 君、W 君、S 君とか公務員ってなってる子って結構別に10年の前の子もそうだけど結構多いです。つまり僕らは不登校の解決っていうのは職に就かせることだと思って、最終的に高卒の資格を取らせるんだったら別にそこらの通信学校いっぱいあるじゃん、お金出せばいいじゃん。僕は違うの、僕、うちらの団体はちゃんと大学行ったら行ったでいいんだけど、その後ちゃんと就活できるかどうか、そういうのも鍛えてる。岡安さん、学生インターンで言うんだよね、卒業生。うちの卒業生、何言ってるか。高校生の時に学生インターンで自己紹介した時に、ここで大泣きしてるんです。本人を目の前にして申し訳ないんだけど。今立派に司会役やってるじゃん。これが僕らの言う鍛えるってことだ。ね、カーテンレールを持ってぶん殴るのがそんなの鍛えるじゃないんですよ。昭和じゃないんだ。ちゃんと自信をつけさせるっていうことが必要だなと思うんですね。次。